地へぞ再生超人アテレコマン。なんかちょっと見たことあるなというもう新鮮味に欠けてしまった映像ですね、うん、アテレコによって再生しちゃいます。あ、そうですか。いや、落ち着いた感じですよ、ね、いやいや、身をかしげるパグ。アメリカからの映像です。3匹のパグがご主人様の問いかけに首をかしげて答えています。ちなみに3匹は兄弟だそうです。身をかしげるパグ。アテレコマン伊吹ゴロン。よし、捜査一課のみんな集まってくれ。懸念な顔するな。東麻布でひったくり事件が起こった。すぐ現場に向かってくれ。分かんない？東麻布。無理、地図で調べれば分かるから。とにかく現場に向かってくれ。いいな？いや違う、出口は向こう。そうそう、そっちそっち。っていうかお前も行けよ。それでは皆さんジャッジをお願いします。アテレコマン。アンデリカさん、佐藤さん大好き、高木さん好き。身をかしげるハグ。アテレコマン、バッファローゴロー竹若。テデテテテテデンテテテそれではジャッジ参りましょう。お願いします。アテレコマン。お、割れましたね。アマネさん好き、アンデカさん大好き、そして佐藤さん。これは気になるね。全く違うじゃないですか。私ゲームしてる時とか、私絶対こう動いちゃう人なんですよ。でなんかこうすごいなんかこう一緒に動いちゃう感じがなんか分かると思って、すごいなんか共感できた感じ。ノーコメント。ノーコメント。え、ごめんなさい、よく分かんなかった。大丈夫、何の BGM か分かります。まあ、あのマリオですね、はい、マリオとこのパグちゃんの関係性がごめんなさい、分かんなかった。あ、なるほど。僕も全然分かってないですね。僕自身はね、はい、僕自身も何も分かってない。身をかしげるパグ。アテレコマン劇団拙者ムニエル伊藤修子。さあ、いよいよ初代クラリオンガールの発表です。一体この中から誰が選ばれるのでしょうか。エントリーナンバー1番の山本さんでしょうか。エントリーナンバー2番の佐藤さんでしょうか。それとも3番の田中さんでしょうか。それでは発表いたします。オーディション合格者はエントリーナンバー3番田中さん、おめでとうございます。どこだ。記念品として、ボールペンを差し上げます。それでは判定をお願いします。テレコマン。皆さん好き好き、いいですね。